こんにちは船長。今日は興味深い刑事上学的な課題があります。私の理解が正しければ、かつてオシリスはベックスのシミュレーションからかのセイントを救いました。そこから矛盾が生じました。セイントは今私たちと共に生きていますが、ベックスネットワーク内では死んでいるのです。亡くなったセイントのデータバンクにはコンダクターの居場所を突き止めるのに利用できそうな情報が満載です。だけど問題は、セイントがもう一人の自分の記憶をダウンロードしなきゃいけないってこと。長年の苦しみとか自らの死の記憶も。それって最悪だよね。最近のセイントはあまりいい状態じゃないし。ですがコンダクターは見つけなければいけません。セイントなら分かってくれるでしょう。だよね。
ガーディアン、オシリス、イコラと私で計画を立てた。我々のベイルとベックスネットの知識を利用する。ベイルだと？なぜベイルを？私の墓に行くんだ。私がベックスとの戦いで死んだ時間軸のだ。私の本当の死だ。お前が私から奪われた日。そうだ、私はそのセイント14の記憶、私の記憶を使う。ベックスは私のクルーを殺しました。あの記憶は一生忘れません。フェルセーフ。そこまでひどくはなかったけど、恐怖を除けばね。そうだ、私の知識と経験の全てだ。私はベックスと戦い続けた。何年も何年も。覚えている。イコラの考えでは、そのデータを使えばこのコンダクターとやらを見つけ、残響を確保できる。ダメだ、そんな別の道があるはずだ。フェルセーフ。なさねばならない。だから私はやる。イコラはかつての私はベックスの最大の敵だったと言っていた。奴らにそれを思い出させてやれと。少し考える時間が欲しい。何か別の道があるはずだ。セイントはすでに腹を決めたようです。今はあんたを必要としてる。あんたなしじゃ無理なんでしょ。セイントもすぐに合流する。目指すは彼の墓だ。墓荒らしですね。そうとも言えるな。抑留されてるセイントはベックスネットの一部で、そのメモリーコアがネットワークへの裏ルートだよ。セイントは劣った存在がいるのではなく、可能性の現れに過ぎないということを理解すべきだ。自らの死に再び向き合うことがその代償なら、仕方あるまい。ネッサスはこのベックスの液体を中心に再形成している。その姿はすぐに別物と化すだろう。無限の森があったのは彗星だ。ここからどうやってたどり着くんだ。ここのアクセスはネッススの磁場に刻まれたアーカイブのようなものだ。ベックスはネッススを現存しないデータのデジタルストレージとして利用していました。何度もそこに私を接続させようとしたのです。そして接続プロトコルを私に公開したことが裏目に出ようとしています。ベックスはそれを予測すべきでした。ここのデータが現存しないとはどういうことだ。お前はガーディアンに導かれ、生前の時点から死後の時点へと飛んだ。ベックスにとってそれは今やこの時間軸には存在しない消え去りし異常現象だ。だからここにネッススのメモリーに保存されている。彼と私の二者を隔てる細部がなくなれば、私が彼の影となるのか、それとも彼が私の影となるのか。その問いには答えられない。お前はお前だ。今までのお前もお前には違いない。私はお前のために時間を切り開いた。そうかもな。
クセスポイントは近いはずだ、ガーディアン。合流点を探し出せ。我々が墓に入り込もうとすれば、奴らは反応するだろう。そうです。今まさに。自分を知る時が来た。オシリス、なぜ私の体は保存されていたんだ。敬意だ。完璧に保存することでお前を称えたんだ。お前の代わりはいない、セイント。レックスでさえそれを理解している。レックスは几帳面なのです。でも妙に多感でもあるんだよ。あそこだ。待て。私が無限の森でお前を探したとき、この光景を幾度となく見た。私から永遠に取り去られたかもしれない埋葬されたお前の姿を。ついにお前を見つけたとき、もう二度と見なくて済むと思った。私はここにいる。私が本物だと言ってくれただろう。彼もそうだ。やれ、レックスを思い出せ。その時間軸でも私にどれほど愛されていたかも。セイント、見える。私はベックスを蹴散らしている。奴らは私の前では無力だ。ためらい、恐れている私を。ゼベットが負傷した。かばおうとするが、もう手遅れだ。私はミノタウロスを素手で引き裂く。だがいずれ私は倒れる。
そしてベックスが近づく。奴らに持ち上げられ、私は感覚を失う。体の感覚がなくなり、視界がちらつき始め。もういい、頼む。私は台に乗せられている。最後に頭によぎるのは、お前と過ごしたい時。私は茶を入れている。お前が茶を飲む。熱すぎたようだが笑ってくれる。それが私の最後の思い。私の不死鳥。私はもういない。いや違う、私はここにいる。お前たちと共に。私はセイント14。コンダクターはもう私から隠れることはできない。ペルセフ、座標を受け取りました、セイント。それじゃ。セイント、船長、座標を固定できました。コンダクターのレディオラリアの流れをこの位置へと変えます。そういえばコンダクターをそっちに向けてたら、ついでに他のベックスも引き寄せちゃった。で、包囲されちゃった。なんとかして奴らを説得できないかな、なんてね。ああ、ガーディアン、大砲で奴らを解き伏せろ。道が開けるまで私はオシリスを守る。船長、私が隠れ場所を用意します。
を切られる前にあの厄介な扉をこじ開けておいた。コンダクターへの道は開けたよ。さすがだ、ペールセーフ。今度は我々が奴に指示を出す番だ。コンダクターの信号が接近している。ネッススは新たな開拓者の支配のもと悲鳴を上げている。果たして奴は答えを生み出せるか、それともただ疑問を呈するだけの存在なのか。原型と呼べる？いいえ、私はマヤ・サンダレシュ。以前あったわね。サンダレシュ、ネオ村でベイルを実験してからこんなことになっていたとはな。私はお前が持つ指令の残響の力は知っている。 X の軍団を生み出すなど絶対に許さない。私は呼びかけに応えただけ。ベックスの呼びかけにか。人類の呼びかけよ。大崩壊と黒き艦隊はもう終わり、やっと過去の喪失を振り返ることができる。レディオラリアはそのための手段。それは最も小さな意識を象徴する。無数の形なき意識、思考という名の交響曲の一音一音が導きを求めているのだ。そう、指揮者を。ネッススは生まれ変わる。私が指揮するレディオラリアは銀河中に広がるだろう。私が再び黄金時代をもたらす。もしその邪魔をするというのなら、あなたたちがもっと従順になるように私がそぎ落としてあげる。我々はお前のものではない。いずれそうなる。耐えてるな、早く。通信ログの送信元は、
ベックスネットワークから蘇ったマヤ・サンダレシュはラクシュミの顔をしている。本人にはしっくりくる面なのだろうとオシリスは言う。だが私は違和感しか感じない。それに今日はもう十二分に過去の亡霊を見た。ガーディアン、もう一人の自分の記憶を見るまで私は恐れていた。頭が疑念でいっぱいだった。自分を失ってしまうのではないかと。だが彼と私の思考が重なり合った時、まるで私も彼の何世紀もの葛藤を経験したかのようだった。私のもとい我々の感情は完全に同調していた。そして突然コンダクターに植え付けられた全ての疑問が晴れた。私が本物のセイントかどうかなど関係ない。どの私も私なのだからだ。だから再び私に命令しようとしたマヤを私は真実で押し返した。それでもなお膝はつかされたが、彼女は強くなっている。戻って彼女を止めたいが、入り口はすでに塞がれてしまった。フェール政府が打開策を講じている。私はその時のために戦いに備えておく。